ワンホース対マスオマスター。次の試合が狛犬バーサス悲しみの死。2連覇、2連覇、やばい、2連覇かませ。大丈夫ですか皆さん、疲れてませんか。テキーラ配ってる、テキーラどっかで配ってるって。ワンホース勝つ。まあいいか、じゃんけんしました、じゃんけん。マスオかませ。この状態で、先行ワンホース後攻マスオマスター。まずバトルビートをチェックして、マイクチェックからお願いします。ヒュー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 、ワーワーワー。さあ準備はよろしいでしょうか。先行がワンホース後攻マスオマスター、止めたいと思います。大詰めファイ。マスオマスターとの戦いが始まった。大粒最高だな、一回戦から。このまま飛ばして効果後悔させる、一回戦の俺が愛してて。マスオマスターマジ間違いないから吹き飛ばすか。この場所からまた発信してくぜ、池袋ノート最高の場所。マスオマスターとワンホースさんでライブ踏めることに気づいた。そこに俺とお前あるルージーで、お前まるでルイージー見て赤いのに、っていうかラップ聞いててもあんま楽しくない。だからあそこで CD カッパカッパ、お前は馬だから引きバカバカ。オーケーオーケー、俺がそう馬らさらブレンド、だから正直何やってもだからブレンド。俺のやり方楽しい、ラップなんて必要ねえだろ。ボトルだからこのまま俺は飛ばしていくんだ、このまま突っ込むまで。俺もお前も一個ずつ、俺は政治のようにはブレねえぞ。ヒップホップ通行、ヒップホップ通行って何やねん。俺たちは中傷演技を停止して俺が当たり響いたら、あんまりいつだって見せねえから、あんた湧きちゃった。ヘイ、もう言うことないな、言うことないからフローしてやるわ。いや、そんなフローなら俺もできるって激昇見せてく脳みそに影響。今ので判定を決めていきたいと思います。いやいや、今両方ともスキルすごかったですね。しますよ。先攻、ワンホースが勝ったと思う人。後攻マスオマスターが勝ったと思う人。違う違う違う、そういうんじゃないよ。全然声小さいじゃん。違う違う違う、そうじゃなくて、いきますよ、もう一回。先攻ワンホースが勝ったと思う人。後攻マスオマスターが勝ったと思う人。これジオラマ延長ですね。バトルビートを変えて延長しましょう。まあね、DJ、準備ができたらちょっと聞かせてください。それでは先行後攻入れ替わりました。先行マスオマスター、後攻ワンホースで行いたいと思います。大粒ファイ。もう何も言うことがないって言ったのに、なんで延長になったのかな。そうやな、そうやな。俺は右足と左足で適当ライムとフローを踏んでいくぜ。両足ついてる五体満足、おっぱいを揉む、これ反則。マスもマスター、俺は人から責任は好きだけれどな、適当にやって勝てるほど俺は甘くねえぞ。これ大粒ファンだ、バイソンさせてくぜこの気持ち。お前が言いたいことなくても、俺はラブならばいつまでも言いたいことだらけ。本当にあんたは甘くねえの、メジャーじゃない、お前アマチュア程度。お前俺のラップパクってビートハグ外すアズワと一緒。女の話振る、お前女どんだけ抱いたかって俺に聞いたな。スパーリングの女の集客3分の2が俺やから。 OK、 女の集客の話はマジで好きって俺思うけど、ぶっしゃけ男だらけのところでかませりゃ俺はそれでいいさ。大粒ファイト、女の話ぶっちゃけ必要ない。俺はぶっちゃけヒップホップが好き、女の話置いといてくれ。今ので判定決めたいと思います。先攻マスオマスターが良かったと思う人。後攻ワンホースが良かったと思う人。高校ワンホースの勝ち。マスオマスターお疲れ様でした。ブレない、いや、ブレないやつが勝つね。ブレない、いや、マスオもブレてないでしょ。ほんとこいつ女持ってっかんね。